ヤチャンネルご視聴ありがとうございます本日ご紹介しますのは、えー、テレビランド1997年2月号から映画ウルトラマンゼアスについての特集です、えー、今回はですね大逆襲レリー・ベンゼン星人そういう話の方で進めてまいります、えー、ゼアスがこれから立ち向かう敵の宇宙人が、ねえー、ベンゼン星人前回出てきました 前作で出てきたベンゼン聖人の奥様ということで出てまいります。これが、えー、ベリー・ベンゼン聖人で、えー、今、前回のベンゼン聖人。これがちょっと色が違うんですかね。そんな形で出てきます。目がちょっと大きいですね。ベンゼン聖人、えー。で、これから、これが一応ね、ベンゼン聖人女、女王ということで出てまいりますね、えー。女王様ということで出てきます。で、このベンゼン聖人がこれからゼアスに向かって、えー 立ち向かうところで、えー、旦那様が一応エールを送ってくるわけなんですけどもコッテンポッペという怪獣を操りながら、えー、出てきます。これが一応人間体カ神田ウーノさんが演じてますね。えー、こういう特集を組んできます。で次にウルトラマンシャドウと戦っていくゼアスなんですけどもこのシャドウというのが シャドウのメリケンパンチというのがすごい武器になってます。これによってゼアスが追い込まれてくるわけなんですけども、ゼアスは立ち向かってパンチをします。で、これによって、えー、ゼアスを応援するのがこのデジタルカネゴンというのが出てくるわけなんですね。えー、今回は映画の特集です。以上になりました。